せたいコンセプトと映像をどう一番伝えやすいかっていうのが組み合わせるのが難しく、あと90秒以内に収めるっていうのが難しかったです。あと映像を取り出す際にすごく時間がかかってしまった点が、予想していなかったことでした。はい、映像を作るのは今回初めてで、結構どう表現するか難しかったんですけど、この建築自体がどういうシステムによって成り立っているかとか、あとは全体的にどういう暮らしぶりが想像できるかっていうのを頑張って伝えようとしました。今までは、建築を設計するだけで映像として表現することはなかなか機会がなかったので、今回映像でどうやって自分たちが作ったものを表現するかっていうことがすごく勉強になってとても良かったと思います。